ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、ちょっとほっとしたニュースが入ってきました、はい。西武の辻監督続投要請へということで、これあのね、一時期は退任するんじゃないかみたいなことも言われて、それは勝手な予想でしょ。勝手な予想で、いやいや、よかったよな。よかったですよ。まあ成績がさ、はい、今年ちょっと振るわなかったから、はい、まあそういう心配に至るけど、はい、至ったけど、まあでも、うん、あの功績としては十分な功績を残してるというね、はい、これまでそうですもんね。まあ2年連続ね、優勝したりだとか、はい、まあクライマックスシリーズに負けて、うん、日本シリーズまでは行ってなかったけども、はい、だけど辻監督がやってた、これまで築いてきた功績っていうのはすごくね、まあいいものあるし、あのなんて言うんだろう、選手をよく把握して自由に伸び伸びやらしてるよね。まあ、そこら辺がやっぱり評価の対象になったんだと思うよ。そうです、まあ、耐えるのは自分だけでいいっていうような感じで耐えてるもんね、うん、よく選手ファーストで自分が責任取るから、うん、監督ってそういうものだからっていう、まあそうだね、それとやっぱり手腕的に言えばさ、やっぱあれだけその反則打線ってやっぱ打てるチームがあって、はい、でもその中でやっぱこう足とかそういうところにもやっぱ神経を配りながらね、言えばそのなんていうの、豪快な野球もできるし、まあ緻密な野球もできるし、だから非常にあの手腕はたくさん持ってる監督だからね、はい、まあ本当に良かったと思うよ。そうですよね。で、あのその最後はまでその辻監督は退任、自分は退任するっていうこう固めていたけれども、球団の方が遺留というかで、うん、1年契約でとどまってお願いしますっていうことっていうのは、やっぱりそれだけ球団もやっぱり辻監督にもう1年でもやってほしいっていう、まあそうだね。それとドラフトの時にさ、隅田取ったでしょ。取りました。あの時はあんな喜ばないよねあんな喜んでクビですみたいな、何のために何のために喜んだんだってそうですよね。まあ、まあ、チーム内で喜びはするだろうけども、はい、でも俺これから西武っていうのは、はい、投手王国を作っていくような気がするよ。おお、それはどんなところから垣間見えますか。いや、高橋コーナー、はい、今井、松本、はい、で渡辺、はい、で隅田とか入ってくるとさ、はい、やっぱ先発投手陣が揃ってくるよね、はい、だからそういう意味からすると渡辺 GM がね、何年前かな、2年、コロナの前だったから2年ぐらい前かな、俺に教えてくれたんだよ。豊さん今見といてください、投手王国作りますからって、うん、で渡辺久信っていうのは、うん、やっぱ西武の黄金期にやっぱそうそうたるメンバーの投手陣がいて、その中のエースだったじゃない。本当にできるのかなとか思ってたんだけど、だけどやっぱドラフトの戦略だとかさ、いろいろ見た時に投手王国になりつつある。あ、やっぱりその言葉通りになってきてる。なってきてる。それには森というキャッチャーがどうなんだということなんだよね、はい、古賀っていう中央の我が後輩のキャッチャー取ったんだ、はい、これはまあ大学ナンバーワンと言ってもいいと思うんだけど、やっぱ強肩でね、まあ、森は他のポジションでっていうことも考えてんじゃないかなっていうような気もするし、だからまあ辻監督がやっぱやる間に投手王国を作ってほしい、うん、いわゆるまあだってピッチャーでさ苦しんだもんもうずっとそうでしたからね。フォアボール出したホームランとかさ、はい、3つのフォアボールで満塁ホームランとかさおい何やってくれてんだよみたいな、うん、まあそういう投手陣もあったわけじゃん、はい、そういうケースもね。でも辻監督はもう耐えて、うん、選手を責めず、ね、じーっと我慢をしていたというね、うん、よかったなと思うよ、本当に。で、言われていたのがあれだけいいチームがいてもやっぱり FA で、うん、でも海外に行ってしまう選手とか他のチームに行く選手がやっぱセーブ多いと、他球団よりも。まあまあそうだね。その中でやっぱりずっと A チーム、 A チームというか A クラスに居続けられるっていう、うん、その監督っていうのもやっぱりすごいっていう。まあそりゃそうだよな、はい、手腕がな、はい、だからまあ秋山が抜けて、うん、まあ不運にね、うん、若林っていうのが育ってきてて、はい、まあ、それが膝の故障でね離脱したけども、はい、でもそういう選手も来年には戻ってきそうだし、うん、本当に若手も思い切り使うしね、で自由にやらしてるっていうのが、はい、もうなんかヒーローインタビュー聞いててもわかるじゃない、うん、
なんかこの前山田かバスター決めたの、はい、まあ、こんな踊っちゃってたよお前、ね、自由ですよね本当に自由だよチームのよ、だからその管理野球っていうのもまあ素敵なもんかもわからないし、はい、まあ、自由にやらすっていうことも素敵なことかもわからないけども、はい、辻監督っていうのはさ、どちらかというと管理野球の中で育ってきたんだよね、うん、まあ、例えばその最初に広岡監督、はい、で森監督で野村監督の下にもついた、まあほとんどやっぱ厳しい野球だよ、はい、でも自分がやった時にその野球を目指すのかっていうと今の時代の子で、今の風潮だとかそういうことに合わすことができるよね。そうですね、うん、顔は厳しいけどねいつも顔は厳しいけど、はい、だけど柔和な、その練習の時に柔和な感じを出しながら、はい、まあいろいろこうねやってるという姿で、まあ、ゲストにも何回か来てもらったけども、はい、話をしてもね野球の深さはねやっぱり持ってるし、うん、でもそれを選手に強要させないという、うん、できる選手がやってくれ、できない選手はできるように頑張ろうっていうそういうスタイルだから、はい、なんか窮屈さがないよね。そう、あ、そうですね、うん、だからすごくあの機関としてはまあ、選手たちはやりやすい監督なのかなっていうふうには思うけどね。で、まあ、とりあえず1年契約更新というか、馬場はどうなったんだろうねヘッドコーチの馬場辞めるとかなんとかって書いてあったと思う。どう、そこまではね、書いてないんですよ、うん、そこは誰も触れてない。馬場残らないとお前飯食えないぞお前今急遽なんかバタバタしてるんでしょうかね。そしたらもうあの馬場っていうのも非常にねあの辻監督の横で、はい、結構面白いやつなんだよ。そうなんですか。でポソッと言うことがさ、はい、プッて吹き出すようなユーモアも持ってるし、はい、だからすごく馬場もいいんじゃないかなと思うんだけど、馬場残してよっていうような見てみたい。いや本当に西武の、はい、上の方が、うん、どうなるんですかね。あの DNA で一緒にね馬場ってやってて、うんうんうん、って吹き出しそうなことをポロッと言うんだよ。試合中もですか。試合中も集中しつつもポロッ と、まあ、和ませるような感じなんですね。そう、犬に噛まれそうになって逃げてきたとかさいやいや野犬がいたんだって走ってたらこのご時世いや山口県でな。あ、山口県で、はい、そうそう遠征行った時に、うん、いやだけど俺はあの辻監督の横で馬場っていうのはすごく支えたような気もするしね、はい、うん、だから辻監督が本当にもう続投になったんだったら、うん、残してやりたいなっていうね、一緒の、まあ、一緒の仲間でやってきた人間だから、はい、まあ、できるだけこう長くユニフォームをね来ててほしいなと思うし ね、うん、まあ 1年、まあ、こう1年契約になりましたけども、豊さんはそのじゃあ来年の辻監督にはどんなことをちょっと辻西武に望みたいですか。いやもうね、あのピッチャーが育ってきてるから、はい、で隅田がどのぐらい使えるかね、うん、まだ1球もプロになって投げてないからわからないけども、はい、でも即戦力として取ってるんだよね、はい、で辻監督の性格だったら絶対使うと思うんだよ。おお、そうですか。いや故障とか、はい、体ができてればね、はい、うん、それは無理は絶対させる監督じゃないからさ、うん、あれだけどおそらくそういうことも含めてドラフト1位にしたんだと思うんだよ、はい、だからある程度投げれる選手が揃ってきたから来年は俺は勝負だと思う。また再び、うん、もちろん A クラスに入って、もちろんもちろん A クラスはもう鉄板で入ってくると。おそうなってくるとね。そうですよね、うん、だから野手に故障者がちょっと多く出てきてるから、うん、はい、まあ、それを出さなければ、はい、来年の西武っていうのはある程度投げれるメンバーが揃ったし、はい、ゲームを作れるメンバーが揃ったから、はい、来年は辻監督は俺は勝負に出ると思う、はい、1年契約だったら特に。なんかどうでしょう、今オフまたこのチャンネルに遊びに来てなんかね、思いだったりとかいろんなの聞きたいですけどね。まあ声はかけるけどね。かわらさま食べたじゃないですか。あら、そうかな。そう、だからまたちょっと、まあそうだな、まあ、いろんな今回のこの裏側にどんな思いがあったんですかとか、それとか来年の構想も聞いてみたいよね。聞いてみたいです。で、チミダ、ね、投手も取ったので、 そのことも聞いてみたいですよね。そうだね、だからまあ積もる話はいっぱいあるんだよ彼とは、うん、で、また取材にも行けてないしさ、うん、まあでもちょっと一安心というか、ユダさん、ね、同級生がもう安心していいんだろうな。ちょっと、ちょっとさ、そうです
ですよね、2点3点なんてこないように。いや、 やっぱりね、辻監督が、まあ、例えば監督としてね、はい、終わるとしたら多分ユニフォームはないと思うんだよね。次はもう着ないですか？コーチじゃもう着ないでしょ。そうですね、いや監督だったら着る可能性はあるけど、はい、でももうお呼びもかからないんじゃないの。監督としての世代がこう落ちてきてるから、もうやっぱ辻監督とか原監督ぐらいの年の人が監督やる方がちょっとチームは落ち着くけどね。締まるというか、締まるというか、うんうん、まあ俺も同じ人だからあの言ってる、言ってる、そうですよね、言ってる可能性はあるんだけどちょっとアピールをちょっと、まあでも50代から60代にかけての、はい、やっぱそこら辺が一番落ち着いてると思うんだよね、見方も、野球の見方、やっぱ選手との接し方、そういうこともね、はい、含めて、まあそのぐらいの年代の監督が一番いいのかなと思うよね。そうですね、うん、だからできるだけ辻監督も、はい、まあ、1年契約かも分からないけど、はい、成績を残したらまた延長される可能性もあるし、はい、だからできるだけ長く、ね、うん、あのグラウンドで死ぬつもりで、はい、ユニフォームを着続けてほしいと思う。そうですね、はい、まあ期待してます。はい、ね、またちょっととりあえずはオファー出してみるか、はい、あ、お願いします。もちろんもちろんね、辻監督にはね、はい、はい、来季も頑張ってください。はい。